レース第24レース FFTC クラス2分間のレースがこれよりスタートとなります。ドライバーズオンザトーン。さあまずはオレンジとホワイトブルーのカラーリングのゼッケン10番の本庄選手が戻ってきた。2番手はゼッケン9番の吉村選手、3番手がゼッケン7番の森田選手と続いていく。以下4番1番6番5番2番8番3番という順。おっと1台最終コーナーで亀さん状態になっている。助けてあげてくださいね。あーっと難しいな。はい、ありがとうございます。さあ現在ゼッケン10番の本庄選手がトップを走行。本庄選手はオレンジホワイトブルーのカラーリングマシン、最終コーナーをクリアしてこれで6周目に突入。2番手のゼッケン9番の吉村選手も6周目に突入したが 2.0 秒差で少しずつ差がついてしまっている。さあ吉村選手はホワイトのカラーリングのマシン、現在第2コーナーをクリア。さあその差は 2.2 秒差。3番手がゼッケン7番の森田選手が 0.6 秒差で追いかけていく。森田選手はブラックシルバーグリーンのカラーリングのマシン。さあその2番手争いを尻目にゼッケン10番の本庄選手が少しずつ引き離している模様。さあその差は 2.7 秒差。3番手のゼッケン7番の森田選手は 0.4 秒差で煽り上げている。時間の方が1分25秒が経過。さあ依然快調に飛ばしているのはゼッケン10番の本庄選手。最終コーナーからコントロールラインを通過していくマシン、ゼッケン10番。2番手はゼッケン7番の森田選手が上がってきた。森田選手ブラックとシルバーグリーンのカラーリングのマシン。3番手はゼッケン9番の吉村選手、吉村選手はホワイトのカラーリングのマシン。追いかけているがなかなか追いついていけないか、少し離されたかな。さあ1時間の方が1分50秒が経過。残り時間のがあと5秒となってくる。さあ残り時間が間もなくなくなってくる。ここで2分が経過。まずはトップゴールはゼッケン10番の本庄選手がトップゴール。13周で2分01秒822。2番手はゼッケン7番の森田選手、3番手がゼッケン9番の吉村選手。1番と3番がゴールして全車ゴールインとなります。予選最終レースを取ったのはゼッケン10番の本庄選手。13周